やって世界中のファンが今もそう思ってますよね、うん、そうですね、うん、最終的に日本とはフランスのアルバン・クレオベールです。現在トップに立っているのは同じフランスのニック・ポンセロです。クレオベールはショートプログラム5位という成績でした。綺麗じゃないかもしれないですけど、でもまあちゃんと成功してますからね。トリプルトーループ、そうですね。空中で少し頭がぶれてる感じになりますよね、うん、
気温が超えましたね。そうですね、彼としてはとっても良い出来だったんじゃないでしょうかね。そうですね、そこに世界選手権参加の国で直前に出場したという悔しい思いがありました。この大阪選手権は2年連続4回目の出場です。一番良い成績は6という成績になります。心配変えたと言ってないでしょう。見てないかもしれないですけどね。そうですね。彼女は十分息の長い選手ですよね。この大会は4回目、はい、